かな。今日はね、顔の調子が悪くて。顔面の調子が鬼悪いんで、マスクをして外に出ようと思いまして。今日の配信は洗濯物ができるまで。TX さん可愛い、愛してる、ありがとう、結婚してありがとう。顔の調子最高、嬉しい。のあちゃん先にお家出た。私は今から洗濯、2人分の洗濯をして干して外に出る。すみっちゃんありがとう。昨日何時に寝たんだろう。なんか寝不足感ある今日。ピピ丸ありがとう、ハート。いいお天気ね、今日いいお天気だった。さっきお薬もらいに行ったの、この前内科行った時のやつ。いいお天気だなと思って見てました。結局昨日どれぐらい飲んだ。 1,2,3,4,52杯飲んで3缶飲んだ。で途中から記憶がない。いや二日酔い経験してました。誕生日あたり、誕生日過ぎてで次の日とかその次の日とかは二日酔いだった。やばいよね。記憶ないっす。なんか人生ゲーム買ってたんですけど人生ゲーム買った記憶もないし、なんかこれ広島にいる時からやりたかったんだよねって言って買ってたらしい。てらちゃんありがとう。なんか800円ぐらいの人生ゲーム買ってたらしいよ。私人生ゲーム大好きなんだよね。でもあとは他のいろんな人に電話してたって言ってた。いろんな人に電話かけて、なんかねコンビニにねちっちゃい人生ゲームがあるんよ、800円ぐらいの。なんかそれを誰が買ったんだろう。私が買ったのかノーミョンが買ったのか分かんないけど、誰かが買ってて、たこすけさんありがとう、パンパカパーン。でいろんな人に電話して、なんか遊ぼう遊ぼうってずっと言ってたらしい。なんか2人ぐらいにと電話してたらしいんだけど、早く遊ぼうね早く遊ぼうねしか言ってなかったらしい。なんじゃそりゃって感じ。
マッハ人生ゲーム大好き。ちなみに迷惑受ける。幸せルジさん、ミカチュありがとう。それをね、さっきママと電話してたからママに言ったらね、え、それママやんって言われた。どうやら酒癖はママに似ているみたい。やばいぞ、警察沙汰になるぞこれ。いつか伊藤さん、何これかわいい、ありがとう。いや、そう、一杯のつもりだったんですよ、コップ一杯のつもりで。なんか「酒飲みたいな」って言ったら、ノアミョンが「飲んじゃいなよ」って言ったの。お酒飲んでお祝いできなくて寂しかったって。あ、そう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 、なんかね、めっちゃ夜遅くなるからまたにしようねってなって、そう、残念ながらまた今度ということになりました。え、ていうかハイボール飲めるようになったんだけど。何のハイボール？角ハイボール。マサタロウ、ケーキありがとう。こんにちは、まつたろう、カップケーキありがとう。これ飲めるようになりました。すっかり酒飲みだね。それな、なんかさ、ファンクラブにもちょっと書いてあるんだけどさ、ファンクラブにもちょっと書いてあるんだけどさ、なんか二十歳になったらお酒が飲めるっていうのがもう楽しみで楽しみでしょうがなかったの、ずっと。二十歳になったら酒飲めるじゃん。え、お酒飲めるじゃんとかなってめっちゃテンション上がって、はい、すいません、いっぱい飲みました。コンリュありがとう、モンブラン、ケーキもありがとう、ミカチュありがとう、キラキラ、ルナピョンハットありがとう。ちょっとお腹が減ったんだよね。てか、なんかちょっと寝不足っぽくて眠たいわ。なぴょん、ありがとう。こんにちは。これ洗濯機ってできたらピーピー言う？なんか結構多分起きてたんだよね。でも私ご飯あんまり食べないから、まあ大丈夫っしょ。でも気をつけよう、マジで。アル中とかにならないように気をつけるね。
でもカルパス死ぬほど食ってた昨日。そのハイボールは上級者用だよ、強すぎ。マジ？飲めたけど。飲めちゃいましたよ。冷やしポッキー美味しそう。仕事も出ます、いってらっしゃい、バイチャー。カルパス食べ過ぎはよくない、やばいね。まあママみたいになってもしょうがないと思うんだよね。でもさ、可愛くない酔っ払いからさ、早く遊ぼうね早く遊ぼうねってさ言われる電話、可愛くない？ね、早く遊ぼうねって言われる電話可愛くない？私はちなみに電話したこと一切覚えてないんだけど。え、カルパスよりジャーキーがいいんだ。そうなんだ、じゃあジャーキー買おう。今日も飲むつもりで受ける。ゆうさんありがとう、カップケーキありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう。なんか寂しがり屋なんですよ基本的には。だから会いたくなっちゃう人に。ゆうさんケーキありがとう。ありがとう。森下さんですよねって声かけること最近ない？ない。マイハの認知度なんてね、たかが知れてるからね、ないですよ。さ、今思ったんだけど、なんでディオールの紙袋ってさ鉢ついてんの？マイハのためこれ。ミョンが悪影響を及ぼしたで怖い。え、でもミョンは禁止中だから飲まないよ酒。ゆうさんありがとう、カップケーキ。茶太郎さんありがとう、ハート。誕生日おめでとう、ありがとう。マジ
で酒の話しかしてない。お眠ですけども、いや、マイハがめっちゃダダこねてたの。ねえ、酒が飲みたい、酒が飲みたい、じゃあ飲めばみたいな感じだった。もう飲んだらいいじゃんって言われて、やかましいから。元気かい？元気だよ。こんにちは。体昔めっちゃ柔らかかったけど、最近ストレッチも何もしてないから多分硬いと思う。初見さんありがとう。ゆういちさんこんにちは、ありがとう。まめろちゃんかわいいね。洗濯長い。洗濯って30分ぐらいするくない？普通に。飛べないマルハナバチ？え、そんなあれがあるんだ。そんな意味があるんだ。私結婚する予定。え、すごいじゃん、頑張って。誕生日おめでとう、こんにちは。初見さんいらっしゃいませ、ありがとう。みょんちゃんの配信お邪魔してました。じゃあ私の酒癖の悪さが暴露されたってわけだ。マイハの鏡もマイマラちゃんだよ。なんかさ、ハイボールだったらさ、どこのコンビニに行ってもどこのお店に行ってもあるからいいよね。だから飲めるようになりたかったの、ハイボール。なんかちょっとさ、ちょっと、特殊な酎ハイとかってさ、あるところとないところがあるじゃない。あるところを探さなきゃいけないけど、なんかこんなんどこに行ってもあるやん。でけん飲めるようになりたくて。今日は一本でやめよう。今日は一本でやめる。どんだけ毎日1本でやめる癖をつけよう。
ママみたいに気をつけよう。ママは 500ml のストゼロを毎日1本飲んでるの。私も 500ml のハイボールを毎日1本飲む生活をしよう。経済的。田舎のおじさんありがとう。毎日報告します。無理かもな。いや私もそう思う。でも金がないからさ、あんまり飲んでもしょうがないよね。なんか私も無理な気がするけど頑張ってみる。なんか今からこんだけ飲む癖つけてたらやばそうだから。そう、節約も兼ねて。酒大好きってなるよ。今日はまだ飲んでない。昨日の残りのお茶割りをちょっと飲んだ。なんか昨日残してたからもったいないなと思ってお茶割りちょっと飲んだ。なんか捨てるのもったいなくない？お酒。お誕生日おめでとう、ありがとう。ビールはちょっとなら飲める。仕事前。いや仕事前はさすがに飲まんよ、さすがに。あ、できた、洗濯。今何時だっけ。1時13分。じゃあ一日一本生活頑張ってやってみたいと思います。夜はやらないか。一旦やらない方向で話を進めたいね今日は。ロコポコさんありがとう。まあ、ワンチャンファンクラブでやるかも。13位田舎のおじさんありがとう。12位ピピマルありがとう。11位バンちゃんありがとう。10位ルナピョンありがとう。9位ロコポコさんありがとう。前8はイートさんありがとう。7位ミカチュウありがとう。6位スミッチありがとう。5位ユウさんありがとう。4位ももももさんありがとう。3位まさたろうありがとう。2位たこすけありがとう。第1位は TVX さんでした。ありがとう。
じゃあまた明日か明後日かし明後日ぐらいには出没できるように頑張りますので、またその時にお会いしましょう。じゃあまやち今から洗濯物を干してきます。まやちのお返してありがとう。それじゃあまたね、せーのバイ。じゃあゆうさんありがとう。じゃあまたねー。